大阪府堺市内で煽り運転をしたなどとして男が逮捕されました約 1500M にわたって煽られた被害者が恐怖の時間を生々しく語りました今年1月27日堺市南区を走行中の車内から被害者が撮影した映像煽り運転が続いた後被害者の目の前に停止した車からうすら笑いを浮かべて降りてきた男は2月8日に 道路交通法違反の煽り運転などの疑いで逮捕された堺市の無職谷真二容疑者45歳です谷容疑者は40代の夫婦が乗る軽乗用車に対して約 1500M にわたって必要に急接近や幅寄せを繰り返すなどした疑いです警察の調べに対して谷容疑者は弁護士と会って話した上でお話しします とととを保留しているといるうことですまあ45歳で無職世間に見放された感が強く周りがみんな敵に見えるんでしょうね敵と思っているから些細なことでも切れて絡んできます合流で入れてくれなかったとか何かしらの原因はあったと思いますこういう時は 騒ががない方が良い方良と公衆で教わりましたでもパニックになってしまうのもわかります弁護士に話すと言っていますが弁護士雇うにもお金がいります無職なのにお金持っているんでしょうかこういう人は再犯します事故を誘発する行為は関係のない人をも巻き込む恐れがあります厳しい処罰を望みます